船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ島の勇士、我らこそモノノフだ。では安達殿、奴らの息をくじいてまいれ。よいでよ。なだチムニだ。我こそは安達春信、加納安達義信が五代の末裔なり。叫ぶよ。さあかかれ、ただし島を守れ。かかれ。家に帰っても前進せねばなるまいぞ。御下士よ、志村殿。助けてくれ。おの
敵将を逃してなるものか。者ども続け。どうことものは新手だ。切り捨て。残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。いたぞ、あれが敵将。確保できています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払う顔な。今一度己に問う侍よ、我に下るか。